トーマス・セワエルはアメリカ合衆国の医師、作家、教授である。墓盗人をして有罪になり役名高かったが、その後教授となった。彼は米国メイン州ハロウェルで生まれ、1812年8月にハーバードメディカルスクールを卒業し、医療に就いた。1819年にマサチューセッツ州イプスウィッチでの複数回の墓泥棒を行い、逮捕。 起訴され有罪となったマサチューセッツ州を追放され、医師としてのキャリアを再出発するため、首都ワシントン DC へ向かった。1825年にコロンビアン大学の創立に関わり、解剖学の教授となった。今日において彼は、8枚のアルコール性疾患のスケッチで知られている。このスケッチの再色した石板画が制作され、禁酒 接種を促進するために広く配布された。また、頭蓋の大きさと形状を研究する、疑似科学である、骨相学の反対論者でもあった。カウンド・トゥ・ウェイ・ライブラディ・オブ・メディシン・アーカイブド2004年9月4日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。ありがとうございます。